日本武道館です。史上最強枠対決になりました。まずタイガー・ジェット・シン、インドの強子タイガー・ジェット・シンが入場してまいります。シンかあるいはブッチャーか、まずタイガー・ジェット・シンだ。ターバンを巻いている、そしてサーブルを振り回している。銀髪のコスチューム、場外戦も数多くスープラトンでラリアットを打っていった。抑え込み、カウントはカウント3、カウント3を聞いた。今日のメインイベント、史上最強枠対決、ぬーっとやってきましたのはアブドーラ・ザ・ブッチャーであります。敵味方に分かれまして戦います。去年までは一緒にタッグチームを組んでいた中、現在熾烈な構想展開中、まだコスチューム取っていない。うわー、サーベル攻撃が先制ヒットになっている。ブッチャーを得るかというのも一つのこれ対決ですね。そうですね、やっぱ人気のバロメーターですからね、互いに非常にこのドレミンのバックス右の腕、あー、そして頭、はいね、額、早くも流血か、あっと腕でブッチャーコールが今起きておりますが、このコールを見る限り人気は本物と考えてよろしいんでしょうか。そうですね、やっぱりそれだけ人気が出てきましたね。はい、さあ、ゴンが経過しました。まだ2人とも場外戦はあのオープニングのセレモニーの前に見せただけでありまして、その後はミスを伸ばせバックドロップ。かつてジャイアント馬場選手がアブドールザバッチャーと決着をつけた時、ブッチャーエレベーター、もう1回、珍しい技ですね。7番ともう1回左、倒れない、ブッチャー頑張って両の爪カバー、カウンター中です。ブッチャー、和田恭平がセカンドロープ、なんとか試合を成り立たせようという和田恭平、しかしご覧ください、クンズ・ホグレツ離れません。この2人が組み合ったらちょっと離れないですね。あ、離れません。あと今和田恭平がゴンを要請しましたが、ゴンをいただくと鳴らす記事がないんですね。和田恭平必死の制裁でありますが、